世界の都市圏人口の順位では、世界の主要都市と主要都市地域近くの郊外都市も含んだ都市圏の人口順位を掲げる。都市圏の定義は様々あるが、アメリカ合衆国やカナダにおいては、人口建造物、居住区や人口密度が連続する都市化地域であるアーバンエリア通勤、通学圏や雇用圏に代表される経済圏であるメトロポリタンエリアという2種類の地域を、 統計上区別して算出している。日本の国勢調査においては、前者に関しては、人口密度4000人、平方キロメートル以上の地域からなる人口集中地区、校舎に関しては1.5%通勤圏に基づく大都市圏が設定されている。それぞれの国の都市行政事情も異なることから、ここでは以下の6つの資料をもとに、 世界の主要都市圏人口を世界の主要都市圏の人口比較表として比較掲載する。ベンデル・コックスらの試算による都市的地域。ディマグロフィアにおける都市的地域とは原則として400人平方キロメートル以上の人口密度を有する建物が連続する地域のことであり、カナダやアメリカ合衆国の統計における都市化地域に相当する。また、 労働人口の自由な移動を前提としており、欧州連合の一部を除き原則として、国境を越えての都市圏設定を認めていない。ここでは2019年4月更新のディマグロフィア、ワールドアーバンアリアスポピュレーションプロジェクションスより2019年の推定人口を掲載した。調査対象は、人口50万人以上の都市的地域だが、一部地域では、 人口50万人未満の都市的地域を記載している。アビニョン大学のフランスはモリコニエブラール教授らの資産による都市的集積地域。ジョパリスにおける都市的集積地域とは、建物が200メートル以上離れずに連続して存在する地域のことであり、フランスの統計における都市的集積化地域に相当する。また国境を越えての都市圏設定を許容する。ここでは、 フランスの国立統計経済研究所が発行するタブロウツデール。コーノーミーフランセーズの2007年度電子版より上位100位までの都市的集積地域の2005年年王推定人口を掲載するが101位以下に関してはモリコニエブラールチョデバビロンが東京、レグランデスギーラモレシャンズ・ジュモンドより2000年年王推定地を掲載した。調査対象は 人口200万人以上の都市的集積地域。国連の統計局による都市的集積地域。都市的集積地域は各国の行政に従って定義されており、号によって定義がしばしば変更される。また国連の定義するマニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ソウル、モスクワなどの都市的集積地域の人口は一般的に認められる。 都市圏人口に比べ過小評価されている。国境を越えての都市圏設定は認められていない。ここでは2年ごとに発行される、ワールドアーバナゼイシュナーンプロスペクツの2009年度の電子版より2010年年を推定人口を掲載するが、定義は必要に応じて客中に示す。調査対象は人口75万人以上、または首都を含む都市的集積地域。 オルデンブルク大学のトーマス・ブリンクホフ教授がウェブサイトで公表している都市的集積地域。定義は示されていないが、いくつかの統計書で採用されている。また、労働人口の自由な移動を前提としており、欧州連合や北米の一部を除き原則として、国境を越えての都市圏設定を認めていない。 ここでは2010年1月1日公新聞により2010年年始推定人口を掲載する。調査対象は人口100万人以上の都市的集積地域。ザワールド・ギャザティアが公表している都市圏地域の人口。定義は示されておらず、しばしば古い統計をもとに人口増加率を計算しているため実態との乖離が一部地域に見られるが、ウェブ上ではしばしば引用されている。 また国境を越えての都市圏設定を許容する。ここでは2010年1月1日公新聞により2010年年推定人口を掲載する。ランドマクナリー社やアメリカ合衆国国政調査局に勤めていたリチャード・エル・フォースタル氏が公表している都市圏の人口。フォースタル氏は連続的都市化地域と隣接地域内への20%通勤圏によって都市圏を定義しており、 国連統計やブリンコホフ教授、ザワールド・ギャザティアなどの統計と異なり、同一の定義を世界の都市圏に与えている。同定義による都市圏人口は、ラント・マクナリー・コマーシャル・アトラス・アンド・マーケティング・ガイドやブリタニカ・ブックなどで、長らく都市圏人口として公表されていたものの、最近は掲載されていない。また国境を越えての都市圏設定を許容する。 以下に2009年に出版された論文ウィッチアレザ、ラージスト、ホワイパブリッシュドポップヤレシャンズフォー、メジャーワールドアーバンアリアスベアリンソーグレイトリーより、上位20都市圏の2003年年王推定値を掲載するが、その後推定人口の改定が行われていないため、世界の主要都市圏の人口比較表では、比較掲載を見送る。それぞれの統計で、越境の都市圏、 都市的地域がどの程度許容されているかをまとめると以下の通りである。以下にいずれかの統計で人口200万人以上と推定される都市圏についてその比較表をまとめる。ディマグロフィアに関しては面積についても表に記載する。統計によって別個の都市圏とされる構成地域については75万人以上の地域についてのみ並べて列挙する。NA は その資料で推定人口が与えられていないことを意味する。表は見出しを数回クリックすることにより、数字順に並べ替えることができる。ありがとうございます。